一週間の美女、美少女たちの話題を前後編で取り上げる、今週の美女図鑑の後編、9月15から17日。アイドルグループ、STU48 の滝野由美子さんの初写真集、君のことをまだよく知らない、講談社、9月22日発売から、新たな先行カットが公開された話題、アイドルグループ、乃木坂46の滝遥香さんが、漫画誌、週刊ヤングジャンプ、集英社、42号の表紙を飾った話題などが注目を集めた。15日、人気コスプレイヤーのえなこさんが、漫画誌、週刊少年サンデー、小学館、42号の表紙に登場した。えなこさんは、漫画大賞2021で大賞に選ばれたことも話題の漫画、早々のフリーレンの主人公、フリーレンのコスプレを初披露。美麗コスプレ最高のクオリティ、と紹介された。16日、乃木坂46の滝さんが、漫画誌、週刊ヤングジャンプ、42号の表紙を飾った。同号は、まるっと乃木坂46から次世代ヒロイン編、と題して、滝さん、田村慎介さん、岩本蓮加さん、清宮玲さんが登場。9月22日発売の最新シングル、君に叱られた、で初のセンターに抜擢されたことも話題の柿さんは、カッキー、柿さんの愛称、の夏、をテーマに海ではしゃぐ写真が掲載されほか、ショートパンツ姿で美脚を披露した。17日、アイドルグループ、シャープバババババンビ、の水港美桜さんが、漫画誌、ニャングガンガン、スクウェアエニックス、19号の表紙に登場した。水港さんが青年漫画誌の表紙をソロで飾るのは初めて。水港さんは溢れ出る圧倒的彼女感、可愛い大暴走、と紹介され、水着姿を披露した。デジタル写真集、重なる温度、も発売された。17日、アイドルグループ、NGT48 の西方まりなさんのファースト写真集、タイトル未定、小学館から、水着カットが公開された。グループ内で、綺麗なお姉さん、と称される西方さんは、白のビキニ姿で抜群のスタイルを披露している。17日、乃木坂46の岩本さんが、ムック、BLT グラフ、東京ニュース通信社、71号の表紙を飾った。岩本さんが同誌の表紙に登場するのは初めて。少女は、大人へ、などと紹介され、17歳の岩本さんが、大人っぽい表情で見せた。岩本さんのインタビューも掲載され、9月4日にグループを卒業した同期の大園桃子さんに対する思いなどを明かした。17日、STU48 の滝野さんの初写真集、君のことをまだよく知らないが、9月22日の発売を前に重版が決定したことが分かった。先行カットも新たに公開され、スイカにかじりつき、舌をペロッと出したキュートな滝野さんの表情を収めている。写真集では、同グループの不動のエースとされる滝野さんが、初の水着やランジェリーショットに挑戦している。